ご神ン,ンとは、犬の肉を使用した朝鮮半島の料理で、言葉通りに体に栄養を補うスープを意味している。元の名はケジャンククである。1980年代序盤、犬の食用を禁じた当局の取り締まりを避けるため、よく知られていたホミユという名称を伏せるために作られた別名称が存在する。これらはいずれも韓国での呼び名で、 韓国においては、軒肉を野菜と共に煮込んだスープが出されるが、北朝鮮では軒肉を、タンコギと呼ぶ。朝鮮において、犬常銃を含めて、犬食文化の一つであるが、犬の肉を食べることが稀である日本や欧米では、理解されず、1988年のソウルオリンピックや2002年の FIFA ワールドカップなどの、機会に注目され、野蛮であるとして、国際世論や、 動物愛護団体から批判を浴びてきた。ソウルオリンピックの前には取扱禁止令が出たが、権肉料理店は看板を表通りから引き上げたり表向きの料理名を変えたりして営業を続けた。その後禁止令は有名無実化し、2008年時点ではソウル市内に約500件の権肉料理店が存在すると報じられている。2000年代後半時点において、 韓国では年間200万頭、内肢400万頭の犬肉を消費しているとされる。韓国では動物愛護団体の反対のため、1970年代に犬肉が法律上の食肉から除外され、その後は犬肉の処理や流通に関する法規が存在しない状態が続いていた。しかし、韓国政府は衛生上の問題があるとして、2008年に 食用犬の衛生基準の制定や衛生検査の実施を行う意向を示した。韓国国内の動物愛護団体は時代に逆行しているとしてこの動きに反対している。韓国では特に福日の日に夏場の競争料理として好んで食べられている。韓国 YTN テレビの2016年7月13日の放送は韓国版の土用の牛の日に当たる福日を前に 全国で犬泥棒が相次いでいると報じた。福日は毎年7から8月に3回あり、毎年この期間を中心に一般家庭などから飼い犬が盗まれる事件が頻発するという。全羅南道有志周辺の村々では20代のカップルを含む4人が1月で7匹の犬を盗み、健康食品を扱う店などに材料として売っていたことが発覚、警察に検挙された。 盗んだ中に、生後感もない犬、天然記念物に指定された貴重な犬もいたが、一匹200万、ウォンは下らないという犬も10万ウォン程度で売られていた。2018年に、林下の講義に石を投げて動かなくなったところを、考察して、林下の飼い主一家を招いて、一緒に食べた事件が起きている2020年5月17日に、 犬常銃を作るために家を建ててまで子犬を育てると嘘を言って親子とも殺害して食べた老人が詐欺罪で検挙された。ソウルオリンピックの誘致とともに欧米諸国に対するイメージダウンを避けるために当時の政府は犬の食用を禁止して犬肉の料理を出す店に対する取締り政策を強いていた。 ABCDEFGHIJ 稲田清秀。権肉論争、再び、韓国、ソウル市、黙認から監視へ転換。朝日新聞東京長官、P10ABCDEFGH ソウル市、犬を食用家畜に分類する方針を示す2008年4月3日、AFPBB ニュース中央日報権肉、年間200万頭1兆4000億ウォンを消費。 2014年7月19日なぜ韓国全土で犬泥棒注意報発令中イコール、韓国ネット、人の犬を盗むのは誘拐と同じ。こんな泥棒が韓国人であること自体が恥だレコードチャイナ2016年7月17日、韓国人の男、林家の犬を殺しにく食べる、夕食会開催会主を招待も。www.afpbb.com 2020年6月17日閲覧にニュース n a v e r c o m 2 0 2 0年6月17日閲覧ありがとうございます。